言うてこれ肌年齢は47歳だったんですよ。マイナス10歳だったの。こんにちは、ヘアメイク職人バキコです。今日はローションパックと拭き取り化粧水どっちがいいのっていうことでやってまいりたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録よろしくお願いします。乾燥するのに毛穴が開いて、油が出る、皮脂がすっごい出ちゃって、あの化粧崩れが止まりません、なんかファンデーションが浮きますっていう人はとにかくローションパックやってみてほしいって言って、ね、私自身がローションパックに救われて結構肌改善がねしてこれた一つのきっかけだったんですよね。なんでずっとそれをお伝えしてきたんですが、最近になってね、私も拭き取り化粧水の角質ケアっていうのを化粧品庫さんに教えていただいてからやるようになって、最近ちょっと続けて、ここそうですね、の何ヶ月ぐらい続けてみたかな、もうかれこれそうですね、2、3ヶ月ぐらいになると思うんですけど、3ヶ月ぐらいかなると思うんですけど、私の中でですね、ああそうかってちょっとなんとなく腑に落ちるというか、分かった、自分の中で理解できたことっていうのかね、その理解したこと、できたっていう理解したことがあったので、それを皆さんに今日はシェアさせていただいて、自分はどうかっていうのをねちょっと確認してみる。肌をやっぱりきれいにしていきたいわけじゃないですか、私たちね、やっぱファンデーション、いくらファンデーションできれいに肌しようとしたってなかなかうまくいかないんだったら、やっぱりですよ、この土台、肌自身のその改善っていうのをやっぱり念頭に置かない限り、いくらファンデーションいいのにしたところでなんか合うファンデーションがない、私は何を使えばいいの、本当にメイク迷子なんだけどみたいな、もう負のループに絶対陥りがちなんですよ、私自身がそうだったから。なのでもうそこから抜け出そうということで、肌の土台どう考えるかっていうことでね、今日はこのローションパックと拭き取り化粧水、私がやってきた中でちょっと分かったことを皆さんにシェアしていきたいと思います。まずですね、このローションパックっていうのはちょっと水分多め、水多めでそこに化粧水をつけて肌に貼り付けていくやり方なんですけど、皆さん分かんない人、ぜひ概要欄に動画を載せてありますので、そちらをぜひやり方含めて参考にしてみてください。概要欄チェックです。はい、そのローションパックからまた私は始まったんですが、これは佐伯千津先生が昔推奨されてたメソッドで、佐伯千津先生のところのスタッフの方に教えていただいたんですよね。それでそれをもとにですね、やってみたら、私の当時の肌にはめちゃくちゃあってですね、もう肌が本当に生き返るような感じがしたわけですよ。それで皆さんにもやっぱりシェアして、で多くの方から肌が改善されました、肌がふっくらしました、メイクが崩れなくなりました、トーンアップしました、キメが整いました、いろんな効果のご声をいただいてますね。なんだけどやっぱり水分多めでやるメソッドなんで、毎日ずっと続けていたりするとやっぱり結局ふやかしてる状態なんですよね、肌の表面を。ある日ですね、皮脂がやっぱりちょっと出にくくなったりとかっていうのを感じたりして、もともと皮脂を出す力がすごく高い人はそれでもそんなに気づかないかもしれないんですけど、やっぱりずっと長く続けてるとなんか最近乾燥を感じるなとか、そういう風になりがちです。なのでちょっとずつそういう風に感じた人は間開けて少しずつ減らしてねっていう話はね、まあ週に2回とか週に1回とかっていう風に徐々に減らしていくといいですよっていう風に今までお伝えしてたんですよ。まあそれが注意点です、ローションパック、そういうことがあるってことですね、要はふやかしてる状態だから。うん、なのでローションパックがとにかく必要で有効な人っていうのは、毛穴が開いていて本当は水分量が少なくて枯渇してる状態なんですよ、毛穴が開いてるって。
なんだけど皮脂がすごい出て、なんか表面ベタベタ、 T ゾーンベタベタする、化粧崩れがひどいです、毛穴落ちしますみたいな人、とにかくそういう人は一度ローションパックをやることを、これは激推しします、私としては。一方で、ローションパックをやっても何がいいかよくわかんない、効果あんまり感じないんだけどっていう人も中にはいらっしゃるんですよ。そういう人っていうのはもともと割と肌の水分量が高かったり、普段からスキンケアを結構丁寧にやったり、だから、まあ、感じなくて当たり前じゃ当たり前、もうそれをやっている肌だからっていうことなんですよね。そういう人におすすめなのが拭き取り化粧水、で今私はローションパックで肌がだいぶ改善されてきて、水分量バランスも良くなってきてね、肌なんていうキメが整ってきた、で今は拭き取り化粧水に今移行してるわけですよ、ね、で拭き取り化粧水とローションパックはこれは何が違うかっていうと、拭き取り化粧水っていうのはやっぱり汚れをちゃんと落とすもの、角質のターンオーバーを促すもの、不要になった角質をきちんと汚れとともに落として、で後から入れる化粧水とかを浸透しやすくするために、角質に、行うものっていうと分かりやすいかなと思うんですけど、これが大きな役割です、だからそれ以前なんですよね、ローションパックに効くっていうのは。どっちかっていうと私の今までやってきた中の感覚ではそんな感じ、やっぱり拭き取りの良さっていうのを今すごく感じてるんですよ、拭き取り化粧水の良さをめちゃくちゃ感じてるので、ちょっとやっぱりローションパックをずっとやってきて肌が改善されてきたな、化粧崩れもあんまりしなくなってきたなって感じてる人は、ぜひ今度はちょっと拭き取り化粧水に移行するっていうのをやってみてもらえたらいいかなと思います。これもちょっとやり方が分かんないと思うので、分かんない人、注意事項もいろいろあるから、これもぜひ概要欄に詳しく説明したのが載ってますので、そちらをぜひ参考にやってみてください。おすすめの商品もそちらで載せてます、ぜひそちらも参考にしてみてください。質問いいですか？何ですか？今、拭き取り化粧水やってるじゃないですか、ローションパックはやってないですか？ローションパックは、これでちょっとよ、ローションを、そうよ、拭き取りね、まずね、ちょっと話長くなるけどいい？いいですよ。拭き取りをやり始めて1ヶ月半ぐらいかなの時に、これちょっと見せようね、ちょっと待ってね、肌の下に潜む、シミの映像を撮りに行ったわけですよ。要はでもこれでもね、意外に悪くない方、このシミが実際あるじゃん、ある奥にあるんだけど言うてこれ肌年齢は47歳だったんですよ、マイナス10歳だったのね。でそのやってくれた人曰くマイナス10歳が最高値なんだって。だからマスト、一番マックスの数値だから、本当だったらもっと若いかもしれないんだけど若いかもしれないんだけど、まあ47歳マイナス10歳ですよってことですよ。だから私本当は何歳だったのかな、わかんないけどだから肌、要は私のこの診断でよかった、まあシミは隠れシミはいっぱいあるんだけど、多分ねもっと多かったと思うの、もっと多かったと思うの。それで自分で気づいたのは、この角質ケアをしているところ、拭き取り化粧、ちょっと動画見ていただいたら分かるんですけど、ちょっとここに貼っとくんですよね、ピタッと貼っとくので、私はこことおでこと鼻にちょっと貼ってこういう風にやってるんですけど、この張ってるところが意外に大丈夫だったんですよ。この鼻の鼻根部のところとか、顎とか鼻の下あたりが黒かったの。
黒いの。だからこの辺はちょっと改善されてきてるってことだなって私は理解した、これを見た時に。まずじゃあローションパックはどんな人がやったらいいかっていうと、もう水分量が少なくて、要するに枯渇し水分量枯渇してるからこそ皮脂が出やすくて化粧崩れします、毛穴が開いてます、毛穴落ちしますっていう人はまずはローションパックからやってみてほしい。そしてちょっと肌が落ち着いてきて毛穴もちょっと目立たなくなってきて、あの化粧崩れもしなくなったなと思ったら拭き取り化粧水に移行するっていう風にやっていくと思います。ただね、このローションパックも少しずつ間を空けて、ちょっとずつ間を空けていく期間も必要かなと思います。はい、ローションパックの良さがあんまり分かんないなって思ってる人はぜひ、拭き取り化粧水で角質ケアをやってみてほしい。これね、意外に伸びしろあるよ、まだまだ私たちの肌ということで、皆さんぜひ、体験してみてください。ではバイバイ。